出るかな。そう、ザーって言ってる。そうなんです。工事がね。工事がね。はい。はい、じゃあいきます。こちらが USA コットン裏肝ビッグスリーブトップスになります。品番が C の5079です。はい、お色がまずみーちゃん着ているのがブラウンです。はい。続いて手に持っているのがブルーです。はい。そしてパープルです。はい。で次がグリーンです。はい。そしてピンクです。はい。でオフホワイトです。はい。そしてチャコールです。はい。みーちゃん着ているのがモカグレーになります。はい。でこちらは2468色展開になっております。はい、はい、お願いいきます。じゃじゃん、2300円、イエーイ。はい、でこちらは、11月25日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあみーちゃんポイントお願いします。はい、これはですね、日曜の新作でもあったんですけど、うん、USA コットンシリーズになります。もう、うんうん、あれが多分もうほぼ色掛けしてるんじゃないかな。そう、もうすっごい人気のシリーズなんですけど、あれは結構男女兼用で、あの旦那さんとか彼氏さんいらっしゃる方は、うん、あのお揃いでも着れるし、小柄な女性でも全然着られてる感ないですよってやつなんですけど、うん、私はこっちの方がなんか女性らしさがアップするかなって思いました。うん、何が違うかというと、まあ、シルエットが単に違うんですけど、はい、お袖ですね、お袖のなんかたっぷり感があるので、うん、すごい女性らしくコーデが決まるかなって思ってます。はい、なのであのこういう女の子っぽい小花柄のスカート履いても浮かないし、うん、腕まくりしてもなんかポワンって二の腕もカバーしてくれるし、はい、そうでちゃんと止まってくれるので、うん、めちゃくちゃ使えると思います。で空振りも結構あの日曜の新作の USA と違うので、うん、もう2色2パターン持ってても全然この冬使っていただけるかなと思います。はい、はい、雰囲気が違います。全然違う。はい、中さん、これも男女兼用ってあるんですけど、こちらは一応ユニセックスという表記はないです。うん、まあ、ただかなりゆったりはしているので、まあね、あの旦那様と一緒にとかもあのサイズ感によってはまあ着ていただける可能性はあるんじゃないかなと思います。うん、結構ゆったり。はい、みーちゃんにパープル着てほしい。じゃあ後で着ますね。そしてみーちゃんにピンク着てほしいっていうのがあったんで、うん、気が利くそう。ピンクの色がちょっとオレンジっぽく見えるって言われるんですが、でもちょっとオレンジ寄りのピンクかも。うん、赤オレンジ、うんうんうん、朱色を薄くしたみたいな色です。はい、ですです。なのでみーちゃんに着てきてもらおうと着替えてきます。はい、思います。はい、で、お値段なんですけど、2300円になります。はい、ちょっと下行きます。日曜の完売悲しすぎるね。早かったですね。あれもやっぱり USA は人気やなと思ってたんですよ。すぐなくなるやろうなと思ってました、本当に。うん、あ、明日お誕生日です。お祝いしていただけると嬉しいです。 AKR さんスクショしました。はい、パープルね、来ますよ。少々お待ちください。私もパープルの色すごい好きです。かわいい。着膨れしないですか？一応着膨れ感はそこまでない方やと思います。結構あの落ちるので、あのドルマンなんですけど、ゆったりはもちろんしているんですが、このゆったり感がこうゆるっと下に落ちる感じがあるので、そんなに着膨れしてるなっていう感じはないです。裏起毛ですが全然なくって、ちなみに裏起毛本当にここふわふわなのですごく着心地もいいと思います。はい、下行きますね。すみません。みーちゃんのスカートなんですか？スカートね、これ結構前のやつなんですよね。うんうんうん、ちょっと品番調べますので、はい、見てください。うん、あ、サチさんお誕生日スクショしました。岡部あゆみさんのコラボのモカグレージュのスカートとはどの色が合いますか？モカグレージュ、モカグレージュだったら、でもちょっと上に明るいお色とか持ってきてオフホワイトにしてあげたりしても可愛いような気がします。M2997 です。はい、みーちゃんのスカート M2997 です。かな、はい、M2997 です。かわいい。私その色合わせが好きね。かわいいですよね。うん、合う、めっちゃなんかスカートにちょうどなんかオレンジっぽい、そうそう、似てる色が入ってるからめっちゃ合います。このコーデ春さんっぽいね。春スプリングそう、私夏なんかね、三角のお色とかあるのでちょっと早めに見られた方がいいかもしれないです。うん、
あのそれこそ前の USA もちょっと狙ってたんですけど、私もなあ、なくなってた、なくなるからもう午前中でなかったんかな、なんか結構早めに見た気がするんやけど、だってまああれ10時からだからね、販売がスタートに合わせようかな、デニム合わせはまあ見ていただけたと思うから、うんうん、確かに。スウェットとスウェットとスカートって相性いいですか？ナーツーキさん、いいです。特にこれはいいと思います。なんかメンズライクなものにこういう女の子らしいスカート合わせるのも可愛いと思うんですけど、こういうちょっとタポット感とかゆるっとしてるけど女の子っぽいシルエットになってて、この USA がすごいポイントになるので、うん、めっちゃ合うと思います。特にこのスウェットは合うと思いますよ。はい、まゆっちさん、みーちゃん、日曜日のスウェ、USA とどっちが好みですか？どっちも好きやけど、でも私結構ガーリーめなコーデが好きなので、形だけで言ったらこっちの方が好きかも。でも多分、使いやすいのは日曜のやつもかな、デイリー使いしやすいっていう点ではどっちかもしれないけど、でも私はこっちが好きです。うん、あと最近なんかスリット多いんで、確かにスリット入ってるやつが。だから意外とこっちの方が持ってない感じかも、うんうんうん、新鮮に思ってもらえると思います。そんな気がする、うん、お二人とも日曜日発売何か買われましたか？マナさん、私は買えませんでした。買えませんでした、同じく岡部さんのやつも USA のやつも狙ってたんですけど買えなかった。あ、イミちゃん、アスカさんもお誕生日です。ちささん、ありがとうございます。歌いますね。ちょっと下行きます、すいません。アスカちゃんの人でしょ、あ、日曜の USA はね、あるか、あ、ちょっと待って取ってきてもらいます、すいません。生後1ヶ月の息子と見始めたら寝てくれました。ゆっくり見れる、嬉しい、ありがとうございます。あった、ちょっと見比べてもらいます。はい、はい、パープル一応こんな感じです。かわいい、ちょっとチュールスカートに合わせて着てみました。パープルとブラウンめっちゃかわいい、ね、かわいいね、うん、あ、パープルすごい好きかもしれない、いい色、いい色、本当にパープルにしようかな、ちょっと色迷ってて、はい、で、違いをお伝えしようかなと思います、うん、じゃあまず、日曜日の方なんですけど、日曜日の方は、まず裾にスリットが入ってますね、はい、前後差のあるスリットが、うん、入ってて、でもサイズ感とかはそんなに変わってないような気もするけどな、うん、あのめっちゃパッと見ですけどね、私もパッと見と両方私は着たんで、うんうんうん、着た感じは、まあ、形がまあそもそもちょっとこうふわっとしてるのと、うん、裾がストンと落ちている感じと全然違うので、本当そこはお好みかなと思いますね、うんうん、襟ぐりどうでしょう。襟ぐりもね、そんなこっちの方が広いか、でもめっちゃ体感ですけどね、うんうん、多分ここの秋はあのユニセックスの USA の方が広い気がします、うんうん、こっちちょっと詰まってるもんね。そうですね、うんうん、ちょっと首に当たってるかもあるかなと思います、うん、間違いといったらそれぐらいかな、感じかな、うん、そう、こっちスリットがね、はい、入ってないので、入ってないので、あと USA のこの場所かな、あ、そっか、うん、こっちは裾なんですけどスリット入りは、こっちはお袖にある。袖かわいいね。そう、写真映えするのはこっちな気がする。こうやって撮りたい。うんうん、うん。ネイルとかね。そうそうそう、めっちゃかわいいと思います。うん、パープルいいな、かわいいと思います。はい、パープルかわいい。うんうん。パープルはイエベには似合わなさそうですか？みーちゃんどうぞ。はい。合いますよ。明るい色。イエベハルさんとか合いそうやし、いけそう、あとちょっとくすんでる色なので、あの、うん、秋の方とかも確かに、うん、いけるんじゃないかと思いますよ、うん、はい、みーちゃん何色買いますか？私でもちょっとピンク着て、ピンク気になってきた、うんうんうん、持ってなかったのでこういう色、でもその色めっちゃ似合ってる欲しくなりました、うん、はい、スカートも好きにも履かないから日曜の方が好きかな。でもパープル可愛い。そうなんです、色カラバリ展開も若干違う。そうなんですよ、ない色がありますね、うんうんうん、これとこれないんじゃないかな、なかったと思う、うん、と思います、うん、はい、ブルー見せてほしいです。してあるんですか？ブルー見て、じゃあブルー着てきます。はい、満員するともたついちゃいますか？満員のポイントはね、ここのリブのところだけ入れてあげる方がいいと思います。ちょっとインするんだったらね、
ここタポッとすると蔓延しますと、こんな感じです。まあ、ちょっとふわっとはなりますね。でも蔓延の方がこうすっきり私は見える気がしますよ。